い、はい、皆さんこんにちは。なんかちょっと声がちっちゃいですよね。皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。ワンダードライビングプレゼンツ、ミニ四駆部企業対抗戦2015年、春の陣ですね、お集まりくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はですね、なんと1年ぶりの開催になるんですが、5回目になりまして、なんと参加チームがですね18チーム、総勢約70名と、いう形でですね、非常に、多くのですね、はい、皆様方に、参加していただきまして、大盛況となってます。はい、大にぎわいですね。はい、初めての方もたくさんいらっしゃいますね。そうですね、半分以上はあの初めての常連さんもちらほら見受けられます。だいたい 3,4 割ぐらいが常連さんで、残りの方がまあ新しく参加していただいたということで、はい、もう本当に嬉しいですね。すごい、今みんな映ってますよ。映ってますよ。映ってますよ。皆さん、セッティングに集中してるのは分かるんですけど、一応もう放送始まってますんで、ちょっと放送モードで皆さんお願いしますね。こんなに大人数の方がね、いらっしゃってます。はい、そうです。はい。いいですね、いいですね。そうですね、手を振っていただいて。はい。という形で進めていきたいと思いますけれど、まずちょっと我々、ワンダードライビングって何かって一応説明させていただきます。はい、ちょっと PR 画像も出していただきつつ説明いたします と、 我々はですね、ワンダードライビングは、まあ、車とかボート、ラジコン、ミニ四駆などなど、乗り物とホビーの、はい、ブログメディアをやってまして、まあ、簡単に言うとですね、乗り物とかホビーを楽しんで、それを皆さんに、まあ、体験型として伝えていこうという形でやってる、まあ、ゆるい、そうですね、今サイトの、まあ、トップページというか、ページが出てますけど、はい、こんなサイトを運営してます。はい、で、その、今日の司会進行は私野間、とですね、いつもお手伝いいただいてますユミキングダイアリーのユミさん。ユミです、よろしくお願いします。ですよろしくお願いします。ではですね、はい、もう早速、何せ時間押すはずなので、チャキチャキ行っていこうと思いますので、はい、5回目なのでね、5回目なんでね、いい加減、はい、もう皆さんも慣れてるだろうということで、はい、ではですね、今回ですね、出場、していただける18チームの方のですね、紹介を、していきたいと思います。呼ばれたらですね、代表者の方前の方に出ていただいて、でその時にですね、コンデレ用マシンを持ってきていただきつつ、あと交換用プレゼント、そうそう、交換用プレゼントですね、はい、お待ちください、を、お願いします。はい、ちなみに順番はですね、先ほどお渡しした団体戦組み合わせ表の、ABCDE が書いてあるんですけども、はい、その順番で読んでいきます。なので一番最初はロップイヤーさんですので、はい、準備お願いしますね。A チーム、B チーム、C、D、E の順番ですので、皆さん組み合わせ表を見ていただいて、早い方はご準備お願いします。大丈夫ですかね。そうですね、なんかリーグ A ですね、 A リーグ、そう、 A リーグ、ロップイヤーさん、アルコットさん、ホビーラボ仙台店さん、羅針盤レーシングさんという形で進めていきますので、よろしいですかね、そろそろね。はい、はい、じゃあちょっと我々も外に出かけましょうかね。はい、今回はひな壇ができているのでね、今回は嬉しいのはマイクがですね、ワイヤレスになったんで手ぶらだ俺は手ぶらだ。はい、はい、ありがとうございます。じゃあですね、呼び出しの方から、はい、呼び出しお願いします。じゃあ、ロピアさんお願いいたします。こちらまで。はい、はい、ロップイヤーさん、はい、あ、プレゼント持ってきてくださいました。お、なんだ、なんだ、すごい、え、あれ忘れてたね、やっぱり、ね、大丈夫、大丈夫、俺もてっきりそのカメラがプレゼントかと思って、ちょっとワクドキしたんですけど、これちょっと高いんでね、高いですよね、はい、はい、じゃあ1分間でですね、自己紹介、と企業紹介、自己紹介、コンデレ、プレゼント交換の中身を紹介してください。はい、カメラこっちですか、マイクもお願いしようかね、はい、はい、カメラはあちらです。はい、
ロッピアと申します。ですね、仕事は新宿の方に趣味の場というお店を、やっておりまして、こういうウサギがトレードマークだったりするんですけど、お酒飲みながらミニオークできる、場をやっております。あとですね、配信っていうのは、まあ、こういうユーストリームとか、そういうようなお仕事をしております。こういうねミニオークの放送とかもやったりしておりますので、よろしければミニオンライフで検索して見ていただければと思います。今日持ってきたプレゼントが、ですね、趣味の場ウルフレーサーボックス、これ前回も、ちょっとお持ちさせていただいたんですけど、福袋的なものを、ご用意させていただきました。で、次コンデルマシンなんですが、 3D プリンターで切り出したプレートとアクリルのローラーをくっつけたこういうマシンを、コペンを持ってきました。はい、以上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、プレゼント公開用のプレゼントはこちらの、モニターの下あたりに集めるような形で、置いてください。で、コンデレオマシンどうしようかな、ここを置きにくいんで、写真じゃあ受付に置いて、そこで写真撮影してもらってください。はい、はいはい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ続きまして、次はですね、アルコットさんですね。そうです、アルコットさんです。じゃあアルコットさん前にお願いします。します。はい、こんにちは。もう常連さんですね。常連ですね。お願いします。はい、お願いします。はい、アルコットです。PC ゲームメーカーと言いまして、ちょっと大人向けのちょっと PC ゲームを作っているメーカーなんですけれども、こちらのようにちょっと美少女ゲームを作っております。はい。まず、6月26日にこちら新作の方が発売されますので、こちらの方もよろしくお願いします。お願いします。コンテレマシンの方はこちらフレマスチューと、新作のゲームとちょっとここで出してみましたので、持ってきました。でプレゼントの方もうちのグッズのちょっと詰め合わせなんですけれども、こちらの方も持ってきましたので、大人向けのものは入ってませんので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあコンデレマシンは向こうの方に持って行って、撮影してもらってください。次がですね、仙台からお越しのですかね。はい、仙台からお越しの方も入ってます。宮本仙台移転さん、お願いします。初出場、ね、はい、初出場です。彼女は仙台から来てくれました。ありがとうございます。遠いところから。よろしくお願いします。仙台でミニオークの専門店やらせていただいております、ホビラボと申します。ホビラボですね、今回ホビラは今回ですね、コロコロ兄貴という雑誌を555冊使って、コースをミニオンクのコースを作らせていただきました。それの大会がですね、3月の29日にありますので、皆さんぜひ仙台までお越しください。よろしくお願いします。カードゲームのお店でカードラボっていうのもやらせていただいてまして、そちら の, マスコットキャラクターのフレイマットと、ミニ四駆がぴったり入るケースを作りましたので、これを紙製なんですけど、これかなり使えますね。実用的ですね。はい、ありがとうございます。はい、時間が時間がない、時間が。コンデレマシン、仙台の朝一のマシンなんで、皆さん見てください。よろしくお願いします。なんかカツオが乗ってますね。はい、じゃあこれはマグロですか。すいません、マグロです。失礼いたしました。ありがとうございます。すみません、その前にちょっと、プレゼント交換用のものはこちらの方に置いていただいて、コンデレ用のマシンは向こうの方で撮影の方を、はい、お願いします。はいはい、次が、羅針盤レーシングさん、お願いします。羅針盤はですね、全国36店舗に展開した中古系のアニメショップをやらせてもらってます。で、今日はマスコットのランランも一緒に来てるんで、よかったら羅針盤撮ってってください。みんな可愛いって言わないと、そういう時は可愛い、ありがとうございます。で、お土産が、うちのグッズの詰め合わせをちょっと持ってきたので、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、で、うちのランランがですね、乗ってる新橋に舞い降りた青い風というマシンをですね、本日は持ってまいりました。後で見といてください。以上です。はい、ありがとうございます。で、次
が台東区中小企業連合会さん、お願いいたします。はい、はい、台東区の中小企業連合会です。台東区職人の街の技術を持っている中小企業の人間の集まりということで、同年代の仲間で集まって、出させてもらいました。で、お土産が、はい、まあ、ミニ四駆なのでミニ四駆のレアパーツの積み合わせと、まあ、浅草があるということで人形焼きとお持ちしましたので、はい、当たった方はぜひ食べてください。ありがとうございます。はい、ではですね、でもうちょっとこっち側ですね、スピーカーがあれなんで、はい、実際にレースに使うマシンを出そうと思います。エアブラシで頑張って塗装しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、向こうで撮影を、していただいて、そうですね、プレゼントはこちらに置いておいてください。ありがとうございます。と次がですね、センチネルさん、フォースアウト野郎 A チーム、懐かしいですよね。これが分かる、元ネタが分かる人は結構年代的に、シニアな感じで、たくさんやばい、ね、センチネルさん大丈夫ですか、重そうっていうかかさばる。入りきってません。こんにちは。こんにちは。センチネル、アットマーク CEO やろう A チームというチームとの参加、とさせていただきました。私の、センチネルという会社自体は、国内、まあ、中心のみならず世界を、ですね、マダニかけて、フィギュアですとかホビー用で中心で、ね、皆さんのお力を借りながらこれからも盛り上げていければと思っています。 CEO やろう A チーム自体は、そんな、まあ、仕事抜きの仕事の絡みもあるんで、まあ、こんなになっちゃってるんですけど、これ以外にもですね、スポーツグッズですとかアニメーション関係のクリエイターさんですとか、テレビゲーム関係ですとか、はい、皆さんでやってます。よろしくお願いします。はい、あ、でグッズなんですけれども、じゃあ手短に、iPhone カバーケースの、ね、セーラームーンが、ね、いくつかあったりとかですとか、バイオハザードですね、テレビゲームだったりとか、セイントセイヤのフィギュアだったりとか、あ、あとコンデルですね。はい、こちらの、まあ、あとはゆっくり見てください。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、置いといてください。置いといてください、ここに。はい。はい、そして次がデジタルハーツさんはまだ来てない。はい、じゃあ次が本田、あ、デジタルハーツさんいらっしゃってます。あ、いらっしゃってます。お願いいたします。ちょっとコンデル事故って取れてしまいました。後で直します。はい、デジタルハーツ、はい、自己紹介。はい、株式会社デジタルハーツという会社をやっております。業種はですね、ソフトウェアの検証サービスであったりとかイラストの、納品であったりとか、その辺をやらせていただいております。今回で今あの企業対抗戦は5回目ですか。全部出てるの で、 解禁症です。皆さんよろしくお願いします。プレゼントなんですけど、今期ですね、ちょっとブランケットをですね、あのデジタルハーツブランケットをお作りしましたので、オフィスで寒いなという女性がいたらこれをあげていただけると思います。よろしくお願いします。で、これはですね、ちょっと直します。すいません、取れちゃいました。あのちょっと急いできたら取れてしまいましたんで。でもすごい手が込んでる。ちょっと後でこれが直します。ゆっくり見ていただいて、はい、皆さんは、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次が本田さんですね、お願いします。満を持してちょっと遅れ気味なんですよね。はい、申し訳ない。先行で1人来てたんですけども、他の4人が全然来ないんで、とりあえずコンデレには仮でこれでも、はい、あの後で差し替えでも全然構いませんので、ちょっと、はい、一応ね、あのツッコミをしとくとあれですよね、マクラーレンホンダ、今年のマクラーレンが本当だ、大事なポイントですからこれは、はい、一応あのバトンが完走できましたんで、次あたりは3位に入るかなと、頑張ってほしいなと思います。かっこ
いですね。はい。で、次が昭和さんですね。お願いいたします。はい。はじめまして、株式会社昭和と申します。私どもの会社はですね、自動車と二輪車のパーツを作らせてもらってます。で、今回うちのミニ四駆チームがあるのが、御殿場にあるステアリング事業部。こちらは車のパワーステアリングとポンプの方を作らせてもらってます。はい。で、はい、コンデレマシンは？コンデレのマシンはですね、ライキリを、自社系ということで、チューニングカーっぽく、ちょっと自分の好みで作ったやつを、ちょうど直前にチーム内でやってるレースの時にコンデレをやったんで、それを持ってきました。はい。お土産はですね、こちらちょっとこれも事情がありまして、ちょっと時間がなかったもんで、これも御殿場にあるお菓子屋さんのお菓子の詰め合わせで、すいません。食べてください。ありがとうございます。美味しくいただきます。私じゃないですけどね。私じゃないです。私じゃないですけど、ありがとうございます。じゃあコンデラは向こうの方で。はい。次がマブチモーターさんお願いします。マブチさんはね、皆さんお世話になってるはずですよ、モーターで。はい。はい、いつもお世話になってます。マブチモーターと申します。弊社の方は、レブチューンとかトルクチューンとかアトミックとか、モーターをミニ四駆用のモーターを供給させていただいてます。それ以外にもいろんな車のモーターだったりとか、あとで電動歯ブラシだったりとか、そういったモーターも作っています。今日は皆さんと一緒にやりたいのでよろしくお願いします。じゃあマシンの方先に。はい。マシンの方はですね、うちの、パーソナルカラーであるブルーをちょっと基調とした、マシンをちょっと作らせていただきました。お土産については。お土産については、うちの工作教室でちょっと作ってる、うちのモーターを使った、木工用の、子ども向けのおもちゃなんですけれども、それを今日渡させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあこちらお預かりいたしますね。すごいでかいですね。そうですね、たくさん持ってきていただいております。はい。で次が、バルケンミニ四駆部さんお願いいたします。はい、よろしくお願いします。株式会社バルケン球場と申します。多分会社名よりも商品名の方がひっくりくると思うんですけど、エキスパートという経路探索のソフトを作っている会社から来ました。電車は作ってません。で、コンデレのマシンは、ライキリでアイマスの板車を作ってきましたです。会社とはあんま関係ない感じですよね。そうですね、会社の方は、はい、走行マシンの方に入れてます。はい。で、プレゼント交換の、プレゼントは会社のノベルティグッズとか、僕らが着てる T シャツとか、あと会社のオリジナルキャラクターの町並みくんのぬいぐるみなど、あと実はうちの会社ゲームも作ってるんですけれども、電野大脱走という電車、猫の電車を捕まえるゲームを作ってるんですけど、その、タンブラーとか入れてます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。で次がですね、 OK ウェブさんはどちらですかね。あ、いらっしゃいました。よろしくお願いします。OK ウェブ申します。OKWAVE という、Q&A サイトを運営しています。Q&A サイトでユーザーの質問を爆速で解決しています。お土産なんですけども、はい、ノベルティグッズに、ミニ四駆のステーション限定パーツを、盛り込んで、まあ、ちょっと今入手困難になっている部分を盛り込んでいます。ちょっとワクワクしますね。ありがとうございます。はい。でコンデレの方は、ブリッツアソニックをコーポレートカラーでまとめた感じになってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次がですね、秋田書店武装戦線さんお願いします。おお。
暑いっすね、なんかこの加工が。そうですね。よろしくお願いします。お願いします。はい。株式会社北書店から来ました、武装戦線です。プレゼント、はい、週刊少年チャンピオンなどなど、主に漫画、雑誌を出している会社でございます。プレゼントは、地球史上最強の男がプリントアウトされています、あのバキの半間裕次郎の T シャツをご用意しました。でゴンデレのマシンなんですが、もともとキャプテンがですね、あののマシンだったはずなんですけど、急遽今日休みということで、僕の僕特撮が好きなんですけど、科学特捜隊のビートルをイメージした、ミニ四駆をですね、コンデレ出させていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。そして次がですね、電撃ホビーアスキーさんお願いいたします。あれ？はい、あちらです。はい、お願いします。はい、我々が行きましょう。はい。はい。そうですね。行っちゃってください。え、そこでやりましょう、そこで。いきます、いきます。大丈夫です。カメラ回しますんで。はい。はい、お願いいたします。チーム電撃ホビーアスキーです。ですね、角川、メディアワークスから出版してる、はい、こちら、そうですね、ガンプラからミニ四駆まで、こちらが、電撃ホビーマガジンで、PC からミニ四駆までの週刊アスキー。のあの混成チームになっております。今回初参加なので、皆さんと交流を深めるために来たんですけれども、練習走行を見る限りなんかもう素手の殴り合いみたいな感じの、はい、もう超ガチ勢ばっかりだったっていうねすいません、 初参加なんでよろしくお願いいたします。はい、コンデレマシンなんですけれども、アスキーメディアワークスのこちらが白い悪魔と赤い彗星のちょっと、まあ、2台で別媒体ということで、ちょっと2台1組 で、はい、でよろしくお願いします。はい、プレゼントがですね、本日発売の週刊アスキーと、これは発売前の電撃ホビーマガジンちょうどお送りいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、はい、では次がですね、次はクロックスジャパン合同株式合同会社にお願いいたします。はい、なるべくこちら側で。はい、はい、はい、クロックスジャパン合同会社、クロックスモデルクラブ CMC と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コンデレのマシンなんですけど、僕が20歳ぐらいの時に乗ってたビートルをモンスタービートルからちょっと手で削り出して作ってみました。なんか今さらっと言いましたけど、結構手間かかったんじゃないですか。そうですね、ただ、まあ、好きな愛車なので確実にちょっと再現したいっていうのがあったので、ぜひちょっと見てください。はい、お土産なんですけども、一応クロックスのノベルティと、あとシューズが入っております。シューズ、ただ27センチなのでサイズが、27センチだそうですので、27センチの方はぜひ狙ってください。男性ならまあ大体そうね。そうですね、はい、お家で使用される分にはサイズが多少大きくてもいいかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう来ていただいてますね。はい、どうぞベルテックスさんお願いいたします。はい、こんばんは、ベルテックスです。フィギュアのメーカーをやってます。ミニ四駆はもう会社でだいぶ長いことやってるんで、前回は団体戦で勝たせていただきました。そうですね、今日もちょっと、ね、強豪ですよね。勝ちたいなと思ってます。はい、コンデレの方は、Z ウィングマグナムを、一応なんか会社のイメージカラーが赤と白なので、そんな感じになってみました。左右にうちのフィギュアをモチーフにした絵を貼っつけてあります。後で見てください。あと、今日プレゼント、プレゼント、はい、はい、で用意したプレゼントなんですけども、うちの会社で、作りましたエヴァンゲリオンより6分の1サイズのエントリープラグインテリアのプラスチックキットを用意しました。
すげえ。完成品ではないんです。プラスチックキットです。大丈夫。完成すると80センチの大きさになる巨大モデルなんですけども、腕に自信のある方はぜひチャレンジしてみてください。ただしちょっと一部欠品がありますので。すみません。はい。そしてちょっと広告させていただいてよろしいでしょうか。新米魔王のテスタメントというですねアニメのフィギュアがですね、ナルセミオというキャラなんですけども、今日から案内開始しましたので、ベルテックスとあとミオって入れれば買えますのでよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、すごい大きいですね。80センチ。嬉しいですね。今日はかさばるものばかりで。で次がストロンガーさんお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。はい、急遽グッドスマイルカンパニーという会社が来れなくなったのでストロンガーという会社で来てみました。ストロンガーという会社はアニプレックスさんであったりとかいらっしゃいます電撃さんのフィギュアを作らせていただいたりしてます。まあ、作れと言われて作る会社でして、下に置いてある新橋、ここの下に置いてあるあのタミヤンのフィギュアとかも恩田原所長に言われて作らせていただきました。あとこの間発売した TMFL の3巻ですね。こちらの方でも、このマシンの方が作ったものが載ってますので、ぜひ最終巻買ってください。はい、以上です。モデルマシン。はい、モデルマシン。はい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 、模型会社ということで、真面目にミニ四駆を作ってみましたというものです。以上です。はい。はい、発売しましたアニプレックスさんのマドカマギカの限定フィギュアになります。結構貴重なものです。はい、はい、以上です。ありがとうございます。じゃあこちらを入れていただいて、はい、お願いします。はい、はい、そして最後ですねチームメガハウスさんお願いいたします。あ、ごめんなさい。はい、よろしくお願いします。はじめまして、チームメガハウスです。よろしくお願いします。本当は初出場なので皆さんちょっとお手柔らかにお願いしたいなと思うんですけども、ちょっとメガハウスフィギュアのメーカーでして、こちら、キャラクターフィギュアいろいろ展開させていただいております。で、お土産なんですけども、こちらキャラクターフィギュア展開中の、爆走兄弟レッツ&ゴーからレッツくんとゴーくんのフィギュアセットをプレゼントいたしますので、こちら好評発売中でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、でコンデレマシンなんですが、真面目にやってみました。ただでさえ軽い、マックスブレーカーなんですけれども、さらに肉抜き軽量化をしまして、AR シャーシに対応させるというような、改造をしてきましたので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。そして一旦出場の全18チームは終わりまして、で、ワンダードライビングからは、そうなんです。私もですねプレゼント交換に参加してですね、ちょっとグッズ欲しいなということで私もプレゼントを持ってきました。そうですね、プレゼント持ってこないと、はい、そう持ってこないとプレゼント交換参加できないんで、でうちからはですねちょっとまあ、デジカメで写真撮る方も多いのでiFi というですね、Wi-Fi 内蔵の SD カード、ですね、これがあると Wi-Fi 対応してるんで iPhone とかスマホとかに、画像を転送してツイートしたりとか、まあ、そういう Facebook に貼ったりとかっていうことが簡単にできるようになる。そうです。一眼レフを持ってても大丈夫っていう、はいはい、っていうものとですよと、結構皆さんあるね、スマホとかほら電池すぐなくなるじゃないですか、充電したいですよねっていう時にモバイルバッテリーですよ、やっぱり。しかも、暖房バージョン、かわいい、しかも抹茶、ということでこれ結構レアなんです。レアですね、はい、レアですんで、これをセットで、はい、プレゼント交換したいと思いますので、はい、ぜひ選んでほしいな。
本当ですね、はい、私も何か持ってこればよかった。え、そういう回だっけ。ユミキングダイアリーチームで、はい、ということで、まあ、これも置いておきますんで、はい、お願いします。でですね、はい、ここで時間的にはちょうど、いい感じになってます。いい感じですか、はい、で、あと一応皆さんコンデレマシーンをあそこで今撮影されてますが、そのコンデレのやり方について、ちょっと説明したいと思いますので、そこで一生懸命ツイートしている、あのアクアブルーのワンドラ T シャツを着ているですね、ミニ四駆チャンネルの、誰さんですか。豊島です。あ、いいんですね、豊島さんでね、はい、ちょっと説明をしていただきます。あ、皆さんこんばんは、ミニ四駆チャンネルの豊島です。今回コンデレなんですけども、皆さんの力作をできるだけたくさんの人に見ていただこうとですね、今ミニ四駆チャンネルの方ですごいコンデレといってですね、あの結構でかい規模で豪華な審査員と多数の部門で、コンデレをやっています。そちらにちょっとに企業戦の方もさせていただけないかと野間さんに相談したところ、心よくお受けいただけましたの で、あのミニ四駆チャンネルで検索していただくと、あの出てくると思います。ミニ四駆専用のソーシャルネットワーキングサイトです、 SNS です。そちらの方で、今日からマシン投稿が開始されまして、で僕があの今日明日の夜くらいからですね、アンケートのような形で皆さん のマシンをアップさせていただきまして、投票形式であの順位をつけさせていただこうと思っています。投票の開始は、19日頃、今週の日曜日から開始を予定していますので、皆さんあのどんどん会社の方にあの投票しろとかそういうのも全然構いませんので、皆さんどんどんぜひぜひどんどん投稿して投票してください。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。終わりましたね。終わりました。はい、じゃあここで一旦、はい、出場のチームとか説明しましたので、はい、早速ではありますが、個人戦ですね、はい、レースの方に進みたいと思います、はい、今回個人戦と団体戦、はい、その2つがあります、はい、一応ですね、説明を、させてください、はい、今回の個人戦はですね、いわゆるタミヤ公式大会方式、5名1組で走行します。で、1次予選2次予選やって、そうするとですね、3名が、選出されるはずですので、そうすると最終的な決勝戦、3名の方で1位2位3位を決めていただくということになります。で、今回ですね、タミヤさんからもうとっても素敵なですね、あの商品をいただいております。で、これはですね、すみません、カメラさん映さないでください。カメラさん映さないでください。いいですか、映ってないですよね。映ってないね、はい、どんなものかというと、こういうものです。わかりますかね。はい、はい、見せません。もう一回見たい。もう一回見たい。じゃあちょっと見せますよ。はい、これなんか見覚えがあるようなないようなって感じですよね。はい、というまあちょっと貴重なもので、あまり他言するなというものがありますので、視聴者の皆さん反応でね、はい、そうそう。あともう一つ、これもですね、どっかで見覚えがあるんだけれども、あの表にはなんか出てないというものですね。はい、あのもう見せません、見せられません、ね、あとは皆さんのご想像でね、はい、何かなと思っていただければ、はいはい、ツイートしないでね、はい、というものがあの出ますので、ぜひ皆さん頑張ってください。はい、はい、あとですね、もう一つ重要な、そう、女性に対するハンデをちょっと説明、まあ、もう皆さん参加されてる方だったりとか見たことある方はもちろんご存知だと思うんですけれども、はい、女性が、対戦相手の場合は、まあ、今回はちょっとワンストレート分前、前、前ですね、でスタートできるという、わかります、女性ファースト、女性じゃない、レディーファーストだ、レディーファースト、はい、レディーファーストでいきますので、その辺はちょっと皆さんですね、はい、あのなんだよ、ちょっと前からスタートしやがってじゃなくって、いやいや俺それぐらいのハンデ上げても全然余裕っすよですみたいな感じで男気を見せていただければと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なので女性の方がいらっしゃる、女性のチームはね、まあ、ちょっと有利なんですよ。はい、そうです、はい、じゃあ皆さんあれですかね、準備はいいですか。お、大丈夫かな。準備はいいか。勝ちたいか。ミニ四駆は好きか。じゃあ頑張っていくぞ。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
じゃあこうやって盛り上げたところで皆さん、じゃあ早速ですけれども、あそこのスタートラインにですね、みんな並んでください。はい、並んで、5名1組になってスタートしてきますんで、で、なんていうんですかね、早いも遅いも関係なくどんどん並んでやっちゃってください。あの、はい、最初個人戦ですよね。個人戦です、はい。レースは何回出てもいいんですか。いや、1回。今回は人数も多いのでサクサク進めていこうという、運営側の意向を汲み取っていただけると幸いです。はい、ですね、一応言っときますけど1回しか出れませんから、1回勝負ですんで、はい、勝ち抜いたら二次予選いきます。全員出れます。70名全員出れますんで、5名で14レースやって一次予選で、14人で3レースやって二次予選終了で3名が出られますので、はい、エントリーシールを持ってこないといけないですよね。そうですね、皆さん、胸にエントリーシールを貼っておいて出てください。いわゆる公式と同じ方式ですので、胸にですね、エントリーシールを貼って、これどん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 進んでいくんですね。もうどんどん5名揃ったら進めていきます。タミヤさんがその辺はやってくれる予定になってますので、我々としてはちょっとこう高みの見物をしてようかなっていうところですね。はい、5人揃いましたかね。最初5人揃えば、あ、本田さんが、ありがとうございます。ご無沙汰しております。はい、また素晴らしいもの。本田さんのプレゼントすごい素敵なんですけど、これ団体戦の前に紹介しますので、その時にまたお呼びしますので、はい、個人戦が終わった後に、はい、とりあえずこの辺は大丈夫な感じなんですかね。折り返してこっちに来る感じで、前回じゃあ、はい、わかりました、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあ我々は司会席に戻りますかね。はい、はい、これから第1レース、予選始まりますので、ちょっと高みの見物といきますか。あ、もうやっちゃってください、どんどん。ちょっとフライングしてますね。気合が入りすぎて、はい、空回っちゃってますね。レディーゴーの合図でお願いしますね。さあ、スタートしますか。スタートしましたよ。この台ちゃんと1レーンのやつが、はい、外れましたね。私は実はこの方式でレースを見るのは初めてなんですけど、はい、実は、はい、これはですね、いわゆる公式レースの方式をやってまして、はい、5名で走るんですよ。で、1名だけが勝ち抜けるっていう、そういうものをやってまして、これは今回、はい、何を目指すんですかね、皆さんは。完走を目指すのがよろしい感じなんですかね。これは完走じゃなくて、速さ、誰よりも早く早く、あ、じゃあ1位を狙わないと次二次予選に出られないので。なるほど。まあ、逆に言うとこれ足切りなんですよね。要は4名の人を足切っていこうっていうレースなので、企業対抗戦が得意な、はい、企業対抗戦もはや関係なく、誰が一番速いか、俺が速いんだっていう、得意な形式ですよね。はい、そうです。皆さんいつも結構ガチでレースされてる感じの、ね、形式ですね。で、攻めに走る傾向がありますので、皆さん、はい、で、速いんですよ、とにかく、ね、速いですよね、はい、やっぱりこういうので早く調整しておいて、また団体戦だったりとか決勝の方にちょっと調整をかけていくみたいな感じな、多分考えてないと思います。あ、なるほど、はい、ここはもう皆さん得意な分野なんで、とにかくここで俺のマシン、調整したマシンで勝つ、団体戦のことはその後で考えよう。さすがですね。はい、どうしようかな。どうしようかな。ですね。これどうでした？
喋って。俺がやるやる。すいません、レースですね、ちょっとカメラの都合があるので、うちインコースの方スタート後はですね、速やかにコース外の方に、そうですね、こちら側ですね、コース外に出ていただけると助かります。こっち側ですね、はい、お手数ですが、はい、こっち側ですね、はい。内側に入った方はスタート後、コースを、まあコースでね、マシンを見ていたいのは分かるんですけど、そこからちょっとコースの外側に出ていただけると、はい、助かりますので、はい、よろしくお願いします。ちょっと見てくださってる方もたくさんいらっしゃいますので、はい、そうですね、そこからですね、見てるんですけど、コースの外に出ていただければ助かりますがそうですね、そうですね、はい、まあ、多分難しいので、 あとは頑張っていただきましょう。 そうですね、できるだけコースの外に出ていただけると幸いです、はい、そうですね、まあ、公式大会ですと結構オフィシャルがですね4名5名ぐらいついていて、はい、もう手早くバッと拾い上げるんですけれども、あ、女性走りますよ、女性、そうですね、女性はワンストレート分前へ前へ、はい、はい、一応ジェントルマンスタートの別バージョン、そう、別バージョン前、一つワンストレート分前で、はい、ストレート、そんなにそんなに上げるんですか、いいですよ半周上げようとしましたね、そうですね、今タミヤさんちょっと今市場入ってました ね、 そうですね、可愛い子には、弱いというか、ああいや、そのワンストレート分結構みんな無情にガチで抜いてきましたね、容赦なしでしたかね、やっぱり可愛い子でも容赦はしないと、はい、ミニ四駆そんなに甘くねえんだぞっていう、皆さんガチな気持ちが現れてると思います。勝負の世界を垣間見ましたね、いいですね、で、まあ、なんていうの、ミニ四駆ってこう作るのも楽しいし、まあ、走らせるのも楽しいし、まあ、どこに楽しみを見出すかっていうのは人それぞれなのでね、はいはいはい、そうですね、さあ、また女性です、はい、女性はワンストレート前、なんかもうそろそろツーストレート前でもいいんじゃないかっていう気持ちもあったんですけど、まあ、一応ね、レギュレーションなんでワンストレート前で、ちょっとですよ、いや、ねさあ、さあ今回も今2位ですね、女性の方が、はい、ピンクのマシンが、お、いや、ああ今ちょっとコースにね、障害物が入ってちょっと失速して、でもまだ2位ですね、女性ピンクの、仙台からやって、くださった扉も仙台店の方ですけれども、ああ惜しかったですね、みんな結構ガチですね、それを考えると今までのジェントルマンスタートは結構ついてましたね、そうですね、今まではジェントルマンスタートは2名でやっていたので、1名の方が結構男気を見せてくれたっていう意味で非常に良かったんですね、ですね、今回この、レースは個人戦は公式と同じですので、クラッシュして遅れた場合は再レースでもう一回並んで、結構ですので、それはタミヤさんの、はい、余儀さんにですねちょっと伝えて、いや再レースさせてくださいっていうふうに言ってください、はい、公式と同じでやりますので、はい、今回も女性がいらっしゃいますので、そうですね、また羅針盤ですね、はい、さあ羅針盤レーシングさんの女性マシンが、いやー、やっぱみんなガチだから一周であっという間に、本当ですね、うん、抜けてきましたね、はい、やっぱ上りストレートの後のコーナーがコースアウトポイントでですね、はい、ちょうどそこが
放送席っていうんですか、はい、あのユーストリーム放送 の、 あの映像を出しているスタッフの方がいるところなんですけど、はい、そこにがっつりぶつかっていくっていう、はい、非常にそうですね、迫力のある映像が撮れるんですけど、こっちは機材が切れないかっていう、そう、放送が切れたらですね、我々の、まあ、責任というよりもミニ四駆がいけないというふうに皆さん思っていただければ、そうですね、はい、ご理解いただけると幸いです。はい、マシンを走らせてる方も結構いらっしゃるんですね。なるほど。感想いたしました。皆さんここで速さを競う方がやっぱり多いですね。ハガイさん、はい、個人戦まだ出てない方、並んでください。もう一次予選終わっちゃいますので並んでくださいね。大丈夫ですか？まだ出てないっていう方いいですか？一人、あ、一人いる。はい、いかがですかね。2、4、5。個人戦は70名いらっしゃいますので、予選レースを14回行いまして、14名が勝ちなります。あと2レースぐらいかしら。これは半分ぐらいだったけど、そうですね、まあ、これちょっと結構長めの最終調整されてらっしゃいますね。これぐらいでも皆さん結構攻略されてるので、まあガチな人はこれぐらい欲しいし、そうじゃない初心者の方はもっと簡単なオーバーコースにちょっとジャンプあるだけでも結構楽しめます。まずちょっとこうやってみたいっていう方向けに、そうだ、だけども面白いかな。いや、その方が裾野が広がるので、多分カメラさんとも喜ばしいと思います。結構ね、バスでやってる人たちはこういう感じで、スピードが高くて、はい、皆さん、マシンの調整をされた。何もなくても、ついてくくれるので。で、早速、このユーストリームやってることを、静岡さんに聞きたいと思います。ありがとうございます。確かに。こっちでも、2台は残り3台です。
たったら空気痛いあるね。神田さんが予選を勝ち抜きましたね。福島さんとかそうです。こちらで最終ですかね。いえいえ、ありがとうございます。お忙しいところ。またいろいろ。はい。で、もしちょっとできるかどうかまだ確認中なんですけど、今回壊してきたネタで、まあ、コミショが17、16、次の日ぐらいです。で、展示とかしてるんで、で、まあ、皆さんに聞いて、まあ、マジでさ、また皆さん、レースの合間にコンテレのマシンなども見ていただけると、皆さんどんな企業が出ているかも見ていただけるといいかもしれないですね。いやもうね、これも18チームなんですけど、もっと出たいという方がたくさんいたので、もうね、早いうちになんかできたらいいなと思って、ぜひとも。あ、すいません、戻ります。はい、以上で一次予選終わりまして、はい、14名ですよね、多分ね。14名、はい、の方が、選出されたと思います。で、じゃあ引き続いて二次予選に移りたいと思います。はい、二次予選、そうですね、栄光のタスキを持っていらっしゃる、方、グリーンのタスキを持っている方、あれですよ、決勝戦までこのレースを勝てば決勝戦進めますんで、ぜひ頑張ってください。じゃあ二次予選スタートしていいですかね。じゃあ並んでください。タスキ持って並んでください。デジタルハーツさん、ベルテクスさんの常連チームが簡単に言っちゃうとガチ勢ってことなんですけれども。本当ですよね。はい、相当ですね、なんていうんですかね、でもこう傾向的にはばらけてますよね、一応ね。そうですね、企業結構ばらけてますんで、一つの企業がなんか独占っていうのはなく、例えばね、アルコットさんであったり、はい、デジタルハースさん、ホビーラボさん、はい、ホンダさん、昭和さん、台東区、連合会、中小企業連合会、はい、クロックスさん、六屋さんですね。六屋さん、馬淵モーターさん、そしてやはりベルテックスさん、まあ、ベルテックスさんちょっとね、うん、本気度が違いますけど、そうですね。はい、じゃあ二次予選始まります。さあ、二次予選ぐらいになると速度域が揃ってきますので、うん、結構僅差での勝負になってきます。そうですね。でちょっと早すぎるとあそこのね、2コーナーぐらいで、はい、ジャンプした後の着地コーナーってところで飛んでっちゃうっていう。あ、はい、ベルテクスさん、ベルテクスさんが、ベルテクスさんですね、残りました。負けたと思ったって言ってますけど、ガチで勝っていってますね。ですね、やっぱベルテクスさんガチだっていうことの証明ですね。はい、で最後に走らせるベルテックスさん同士で情報交換をしています。はい、でホビラボさんに本田さん、昭和さん、台東区、はい、中小企業連合さん、これ4台でスタート。あ、お、これはなかなかいい勝負ですね。そうですね、はい、あ、ちょっと差が開いてきました。このまま安定して、安定して3名が決勝進出、はい、から最後に、最後のコーナーで行きましたね。はい、初出場の台東区中小企業連合会さん、すいません、言いにくいですね。そうですね、言いにくいで切りましょう。台東区中小企業連合会、はい、で最後どうも。あれ、馬淵さんですか。そうです、馬淵さん、クロックスさん、さすが馬淵モーターって感じですね。そして強豪ベルテクスさん、はい、あ、1台コースアウト。さあこれは、あ、もう1台コースアウト、ロップイヤーさんですね。あ、そしてファイナルラップに、ベルテクスさんがコースアウトしました。飛んでいっちゃいました
そしてマブチモーターさんだ。いい戦いでしたね。はい、そうですね。ネルテックさん悔しそうです。はい。決勝マシンって出る前に並べてくれるとかありますね。そして3名が勝ち抜きになりましたね。そうですね。これで3台、勝ち抜きになりましたので、ここでですね、はい、1分間のインターバルを取りましょう、はい、この1分間の間に、セッティング変更、調整等々、あとマシンのメンテを、行ってください。で1分後にですね、個人戦の決勝レース3台で、はい、行います。でちなみに3台なんで、はい、先ほどの商品ですね、これですね、はい、これ3つ用意されてるんで、もうこれは手中にあると、はい、なるほど。もうこれはじゃあ勝負、はい、ですか。そうです。であとは自分たちのプライドをかけて俺は1位取るんだと。なるほど、はい、いうことで、やっぱその企業対抗戦の中の個人の中で俺が一番早いんだっていうことをちょっとかけていただいて戦ってくれれば、ね、今回今まで最多の70人、そうですね、約70人のうちの1番ですからね。はい、はい、そうです。というところでどうですかね、ちょっと我々も外に出てきますかね。はい、はい、さあじゃあ中小台東区中小企業連合会どうですかね。クソ早いっすよ。早いっすよね。厳しい、皆さん早いから、ね、そうですね、でも大丈夫です。商品はもう手に入ったも同然じゃから手に入ってるんで気楽に行ってください。あとはもう1位が欲しいというその自分のね目標に向かって、はい、そして黄色いのはマブチモーターさん。今記念撮影をされてらっしゃいます ね、めっちゃまだ決勝レース終わってないんですけども、記念撮影ですね、はい、嬉しい嬉しい嬉しいっていう、はい、あ、いいですね、いいですね。もうあとは常連さんのベルテックスさんかも。ベルテックスさんですね。 あちらですね、はい、ベルテックスさんは多分ね声をかけにくい雰囲気、 そうですね、そんなことはない、はい、奥でね、いかがですか。はい、頑張りますということでしたので、はい、自信満々ですかね。あ、また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 、いや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 、というわけでじゃあそろそろ皆さんよろしいですかね。じゃあ準備ができて方は前のスタート位置の方にお願いします。決勝出場の3名様準備はよろしいですかね。どうかしら、マブチモーターさんはちょっと緊張している感じがあってやっぱいいですね、ういういしい、はい、いかがですかね。まだもう少しかかる。いや決勝ですから、はい、やっぱそれぐらい。じゃあ準備できていらっしゃるんでインタビューお願いします。そうですね、はい、インタビューでちょっと決勝にかける意気込みを。あ、マブチモーターのオレンジ長塚って言います。モーター色を、合わせよう、服の色と合わせようってことで来たんですけど、個人戦においては守ってません。赤いモーター使ってます。赤いモーターで、はい、これで勝てると思います。お、勝てると思います、出ました。ラッキー勝ちでラッキー勝ち狙いだそうです。はい、ラッキー勝ち、それ大事ですからね、はい、あ、じゃあベルテクスさんも用意ができたようなのでちょっとインタビューお願いします。心臓止まりそうです。またまた怖いですね。また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 レースで最近ずっと勝てなかったので、はい、こういうのとすごい久々です。嬉しいです。会社のロゴ、はい、こういうバカバカ動くんで走ってるんで見えない。はい、じ
じゃあ最後の台東区中小企業連合会の方お願いします。台東区中小企業連合会の松村と申します。決勝来るとは思いませんでした。最後まで頑張ります。よろしくお願いします、はい、頑張ってください。はい、じゃあこの3名で決勝レースを行いますので、じゃあ、タミヤさんお願いします。初出場の方が2名いらっしゃいますね。そうですね、はい、みちさん、ここのですね、レーンどこになるかっていうのが意外とですね、あの勝敗を分けたりするんで、実はさっきのじゃんけん大事だったりするんです。なるほど、粛々と行われておりましたけれども、はい、そうです。ほら今考えてるでしょ。そうですね、今のあのどこでレーンチェンジが来るかなって、そこでいろいろね、あの駆け引きというか、あの選び方があるので、はいはい、じゃあ決勝レース個人戦いきます。今スタートしました。さあ3レーン、いや1レーンが早い、はい、1レーンがそのまま、行ってますね。紫のマシン、おめでとうございます。王者の貫禄ですかね。優勝いたしました。はい、はい、おめでとうございます。ここで、嬉しいです。はい、あのもうね、あの表彰式移りたいと思いますので、3名様表彰式を、行いたいと思います。じゃあはい、じゃあ1位はおめでとうございます、ベルテクスさんです。皆さん拍手をお願いします。はい、これが大事な商品になりますので、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。イエーイ、はい、はい、じゃあ2位の、はい、台東区中小企業連合会の方、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、3位はまぶちモーターさんです。はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ皆さん、写真タイム、写真タイム、写真タイム、はい、ここで、あの特にオフィシャルカメラマン取材の方はぜひここでですね、写真撮っていただいて、はい、あとチームメンバーの方もですね、写真を撮っていただいて、はい、撮っていただいて、ここ大事なポイントですんでね、はい、でプラスここでツイッターに、シャープミニ四駆っていうね、あのハッシュタグ付きでツイートしていただくと、この後の、団体戦の、バトンタッチがですね、よりスムースになると思いますので、予行演習をぜひやっておいてください。ミニ四駆のハッシュタグですね。はい、よろしいですかね。よろしいですかね。はい、どうもありがとうございました。おめでとうございます。いやー、暑かったっすね。そうですね。逆転逆転、はい、はい、コースアウトベルテクスさんの執念の勝利というベルテクスさん、やっぱ強いですね。強いですね、はい、やはりそうですね。そうなんですよ、はい、さあ時間的にはですね、そうなんです、だいたいオンタイムで、優秀ですね、はい、優秀です。今回は優秀に進行しております。はい、私たち、じゃあちょっと皆さんにはハッシュタグ付きでですね、あのツイートするあの練習とかそういうのをしていただきつつ、その間我々がですね、あの次の団体戦、ね、移ってきますけど、団体戦のこう、レースの説明をさせていただきます。こちらのルールでもお伝えはしてるんですか。あ、もちろん、はい、じゃあ練習していただいてね、いろいろ積もる話もあるかもしれないですけれども、ね、ご準備していただいておくといいかもしれないです。はい、まあ、あのご覧になっている方に、レースの説明をします。はい、団体戦はですね、2名1組によるタッグレースで行います。で、ワンラップ5周、ですね、を
1名がやった後に交代の儀式っていうのをやって、はい、2人目にバトンタッチして、ね、もう1ラップ5周を行います、はい、でこれはですねリーグ制になってまして、はい、これから ABCDE っていう、まあ、5リーグあります、はい、でこのリーグの中で総当たり戦、3チームと、ぶつかってポイントをゲットしてポイント上位の、まあ、2チームもしくは4チームがですね決勝トーナメントに進出ができるという形になります。はい、はい、で、じゃあですね今回その企業戦の名物といえば交代の儀式なんですが、今まではダブルハイタッチというですね、はい、かなりアクロバティックな、そうですね、アクロバティックなものをやってたんですけど、今回ちょっと人数が多くてですね、場所が狭いということから、はい、もうちょっとコンパクトにいきたいと、思いまして、はい、ツーショットでツイッター略して、はい、一応教えたじゃないですかツーショットでツイッター、はい、名前 にしました。はい、はい、これ何かっていうとですね、交代をするときに、ミニ四駆のマシンをですね、こうやってギューッと走ってきます。あ、一応持っててね、それね、はい、ベーッと来ます。で、私がキャッチします。キャッチしたらスイッチオフにして、この状態でですね、すごい大変なんですけど、写真起動、自撮り、うん、見えるかな、こんな感じで、はい、チーズで、こんな感じでツーショット撮りますと。で、ツーショット撮ったら第2走者がスタートできると、いう形になります。で、第1走者の方はこの、撮ったツーショット写真を、あ、こっちかをですね、ちまちまと、ちまちまとですね、分かりづらい、とても分かりづらいですね、今視聴者の皆さんには、2、2、4のハッシュタグをつけて、これが団体戦の、今ツイッターのアプリを起動してタッチ、あ、間違えた、ツイートを作っています。はい、バトンタッチです。はい、でハッシュタグ、ハッシュタグはシャープミニ 4WD ですね。はい、はい、で今送信しました。画面見せてあげてください。あ、いや、まあ、でもピューって言っちゃった、ピューって、あ、ピューって、うん、ピューって言っちゃってねで、そうするともう、ですね、大丈夫です。ここで検索っていうのがあって、あれ、検索ミニ四駆っていうのをですね、ハッシュタグ付きで検索するとちょっとね、ちまちましてるでしょ。だからこれはですね、これ第一走者の方が後でやる、もう今第二走者のマシンは走ってます。そう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 、多分ね、もうゴールしてますはい、あ、出てる出てる、ほらこういう感じですね、タイムライン上にミニ、ここ、ね、そうですね、はい、出てます。こんな感じでですね、ツーショットはい、そうです、いわゆるミニ四駆ですよね。 MINI 数字の 4WDがハッシュタグです。一応あの、はい、企画書とかいろいろ皆さんには説明したはずなんですけれども、わからない方、ハッシュタグは、はい、結構わかってる結構わかってる、すごい、はい、これですね、優秀、優秀ですよ、ミニ 4WD 私はあんまりわかってないですよ、はい、これですね、これをつけて、ツイートすると。で、ポイントとしては写真を撮るのとツイートするのっていうのは別々にやって構いません。ですので写真を撮る人 と、ツイートする人は、はい、ツイートするっていうのかな、走行には関係ないので、ツイート中っていうのは要は走行してる間にツイートしてもらえればいいです。ツイッターに投稿する、投稿する、投稿したっていうのを確認するのは後で確認しますので、はい、急いで投稿する必要はないです。確実に投稿することが大事です、はい、で一応写真撮った時点でパフォーマンスポイントっていうものを付与しますが、がですよ、皆さんここ大事なポイントですよ、その写真で顔が2人分ちゃんと入ってなかった、要はツーショットになってなかった、ブレてる、
ブレてるとか顔がわからないっていうんですかね、まあ、ブレてるとか、あとはマシン入ってなくてもいいです。マシン入ってなくてもいいです。マシン入ってなくてもいいです。そうなんだ、うん、ただ顔出し NG の人とかいるじゃないですか。そういう人はまあこういう感じでですね、あの見え分からないようにするか、お面かぶるか変装するかして、顔は入ってるんだけど分からないようにしてください。はい、これはあマスクもいいですよ、はい、女性の方の方が得意かな、もしかすると。そうですね。で、あとは写真がなんか面白くないとか、そういう判断をですね、ユミちゃんがした場合は、私がするんだ。そうです。あ、これちょっといけてないわって言ったら、あのポイントは剥奪しますので、パフォーマンスポイントをかけてですね、皆さん面白い、ポーズをですね、ぜひ撮ってツイートしてください。そうですね。はい、こちらは練習もしていただけるので、今のうちにこう自撮りのね。そうですね。自撮りツイートのこの速さも大事ですので。ズルダメですよ。ズルダメですよ。今撮っておいてみたいなのになっちゃうことはあるかもしれないんで。まあそれはバレちゃうんで、この中入ってないから。そうですかね。まあズル、まあズルしたらポイント剥奪です。はい。皆さん分かりました？上にするといいです。そうそうそう。そうですね、自撮り大事ですよ。はい、はい、でこうちょっとよあとくっついて写真を撮るのがあとですね、掛け声お願いしますね。掛け声撮る時のですか。撮る時にカシャって撮って地味に終わると、我々があれ撮ったのかなって分かんないんで、はいタミヤとかミニ四駆が好きだとか企業名を言うと か, なんか新しい商品名だったり、そう商品名何月何日発売とか、そういう分かりやすい掛け声をお願いします。いいですか。みんな言うじゃないですか、はいチーズって必ず。それと同じで掛け声ですね。これは、ダブルハイタッチよりハードルが高い感の雰囲気出てますけれども。知ってます、分かってます。いかがですか。だけどダブルハイタッチは禁止されたんです。いやでももうそろそろダブルハイタッチもね、あのそろそろね、みんなジャンプしてこの、ね、天井破りそうだったんで、はい、はい、じゃあ皆さん準備の方はいいですかね。はい、はい、第一走者の方と第二走者の方が交代するときにお写真を撮ってもらいます。自撮りですね、はい、で、あともう一つ、もう一つ、ね、あ、これダメこれはダメです、もう一つですね、はい、大事なことを忘れてました。はい、ですね、団体戦で組み合わせ表がありますが、皆さんにやりましたよね。で、この中で指名っていうのがあります。指名っていうのは相手チームをまだ決められないっていうか、ちょっとリーグの、企業数が足りなくて、指名しなければいけないチームが6チームあります、はい、で、どこのチームと対戦したいかをこれから聞いていきますので、ちょっと皆さん答えてください。はい、まずは、はい、ここからデジタルハーツさん、はい、指名をしないといけないんですけれども、どこのチームにいたしますか。指名ですか。はい、指名です。野間さん戦いますか。いや、うちは出ないです。すみません、野間さんは戦いませんので。あとはですね、はい、チームメガハウスさんも指名を選んでいただきます。あとセンチネルさんも選んでいただきます、はい、じゃあデジタルハーツさんは、4番目に出走するときにはまぶちモーターさん指名入りました。はい、じゃあ、はい、ですのでまぶちモーターさんは4番目にも走行する準備をしておいてください。はい、はい、指名入りました。デジタルハーツさんとまぶちモーターさんになりましたので、ご準備、はい、お願いいたします。じゃあ次。次がチームメガハウスさん。で、どこ？メガハウスさん。指名どちらにいたしますか？はい、あとはですね、電撃ホビーアスキーさんですね。はい。はい、じゃあ10レース目の、はい、10レース目にチームメガハウスさんと、はい、アスキーさん、準備の方もよろしくお願いしますね、はいはい、次がセンチネルさんはご指名どこにいたしますかね。はい、どちらでしょうか。うちと戦いたいところ。はい、センチネルさんと戦いたいところ。まさかの逆指名。逆指名、走りたいとこありますか。メガハウスさんお願いします。はい、じゃあメガハウスさんお願いします。お願いします。じゃ
メガハウスさんお願いいたします。次がストロンガーさんはどこかしら、まあ、はい、どこにいたしましょう。じゃあセンチネルさんお願いします。はい、センチネルさんです。かぶってる、はい、さっきあげろって。はい、後ろですね。はい、台東区中小企業連合会さんお願いします。どこでも好きなの。じゃあ本田さんお願いします。はい、本田さんお願いします。はい、本田さんはですね、23試合目の時にご指名で入りました。はい、はい、で次がベルデックスさん、最後です。センチネルさんを指名します。センチネルさん人気だな。センチネルさん多くない？センチネルさん多いですね。あ、なるほどね。センチネルさん大人気じゃないですか。はい、でちなみにこの時に指名されたチームですが、出走はするんですけれどもポイント対象外です。ですんでまさに消耗戦なだけなんで、まあ、走り損なんですね、これは正直言っちゃうと。ですがこの時にセッティングを出すっていうのにも使えるんですよ。なるほど、はい、ですんでその時間をうまく活用していただければと思います。はい、であと最後にですね、ちょっと本田さんからプレゼントをちょっといただいております。プレゼント豪華で今回も素敵なプレゼントを、はい、はい、じゃあちょっと本田さんにインタビュー。本田さん、プレゼントのご説明をお願いいたします。あの今回うちのデザイン室のメンバーがいろいろファブに凝ってまして、で今回レーザーカッターで作ったポータブルピット、材質は MDF って木みたいな材質ですけど、あとこのミニ四駆のサイズとかチェックするプレートですね、これアクリルのやつに同じくレーザーカッターで削ったものがあります。で、はい、これ中の中に入りますんで段として使ってください。であとステッカーデュファバホンダってありましたよね昔。あれちょっともじってファブをやるグループの人たちなんでデュファバホンダってことでちょっともじらせてもらいました。はい、ということでこれセットで、はい、よろしくお願いします。開けたい開けたい開けたいと普通にこう手で開けるだけです。めちゃめちゃおしゃれですよ。シャッターになってましたからね。今日本当は5人でエントリーしたんですけど今日3人しか来れなくてすいません。でこれ作ってくれたメンバーも残念ながら今日欠席で、はい、すいません、はい、ということで皆さんよろしくお願いします。はい、ドキドキするの、ドキドキします、ドキドキしますけどすっごいよくできてますんで、毎回ちょっと本田さんのプレゼントはドキドキすることが多いです。はい、ドキドキ、大体そうですね、はい、壊れやすいというか、はい、あれなんで、すいません、そうですね、お願いします、よろしくお願いします。はい、じゃあこういうところで団体戦始めたいと思います。いよいよ、はい、 OK、 準備はいいですか、皆さん準備はいいですか、団体戦頑張るぞ、勝つぞ、ミニ四駆が好きだ。さあ、じゃあよろしくお願いします。はい、それでは、組み合わせ表の、第一レースいきますよ。ロップイヤーさんとアルコットさんお願いいたします。で、次がホビラボ仙台店さんと羅針盤レーシングさんですのでご準備お願いします。組み合わせ表を見ていただいてそろそろだなと思いましたら進めていただけると幸いです。そうですね、皆さんにお渡ししたこちらの、組み合わせ表の 1、2、3、4という順番で呼び出していきます。ですのでホビラボ仙台店さんと羅針盤レーシングさんも用意しておいてください。できれば後ろにもう並んでるような感じですね。そうですね、はい、皆さん今回写真撮るのがありますのでスマートフォン、ガラケーもですね、パソコンでもいいですよ、はい、ご準備お願いしますね。忘れてきたみたいになっちゃうと
タイムロスしちゃいますので。はい、じゃあ第1レースロップイヤーさん対アルコットさんスタートしました。はい、はい、ワンラップ5周になります。で5周したら、キャッチをして交代の儀式、ツーショットでツイッターを行います。で問題はですね、第一走者がコースアウトするとその交代の儀式できないんで、はい、パフォーマンスポイントが付与されない。あっとか言ってる間に、あやってしまいました、1台リタイア、はい、ロップイヤーさん余裕の表情で、余裕のツーショットすっげー余裕だけど、まあすごい、俺たち入れるかな、こうやって。はい、写真撮ったらもう走らせて大丈夫ですよ。はい、で余裕を持ってですね、お手本のような、そうですね、こういう形で写真を撮って、はい、あらコースアウトリタイアってことは得点が入んないんで、交代の儀式だけ1点、まだでも写真が、はい、あでも写真は撮ったからいいんです。なるほど、一応1点、はいはい、はい、こういうことがございますので、次のレースの方はご用意しておいていただけると助かります、はい、なので、次がホビラボ仙台店さんと羅針盤レーシングさん、ちょっと可愛い子やってきましたよ、可愛い子、可愛い子来ました、可愛い子がやってきたってこと皆さん分かってますよね、この第一走者が女性っていうことは分かってますよね、対戦者さん、羅針盤レーシングさんと。でもそれってどちらも女性だったりすると、女性多いな、ここ多いっすねこれせっかくジェントルマンスタートで盛り上げようかと思ったんですけど、もう潰されてしまいました。ほぼ女性、はい、いやそうですよ、もちろん、はい、おさすがホビラボさん、すごい、ジェントルマンスタートをするということで、第一走者、男性対女性ということで、女性がスタートしてしばらく経ってから男性がスタートするという、はい、団体戦はジェントルマンスタート、そうです、ジェントルマンスタートです、はい、どれぐらい待つかによって男気がですね、です上がっていくというところです。どれぐらいジェントルマン度を測るという意味でも、あすいません、あ今回ですね、すいません与儀さん、今回ですね1ストレート分じゃなくって、どれぐらい待てるかっていう、同じスタートなんですけど、どれぐらい男性が待てるかっていう、そういうものになります。はい、皆さん掛け声は準備よろしいですか、はい、いいですか、はい、ジェントルマン、はい、ジェントルマン、ジェントルマン、ジェントルマン、はい、ジェントルマン、おすごい、半周差をつけましたよ、半周、さすがジェントルマンですね。なんせわざわざ自分がね、女性がレーサーがいるのにもかかわらず、自分が出ていきますっておっしゃってくださいました、ね、お抜いた、今抜きましたよ、すごい、ジェントルマンしながら抜く、これがやっぱりかっこいいですよね、はい、美しいです、はい、そしてここで、はい、さあここで掛け声お願いしますよ、掛け声、はい、写真撮る時の掛け声お願いしますね、ほら撮れてない、これですね、撮れてないってやると第2走者走れないんで、はい、おびらぼさんはスタートしました、はい、もうちょっと手早く撮れないですかね意外とみんな時間かかりますね、そうですね、はい、進行的には結構それが気がかりだったりするんで、確かに、あタイヤ取れました、タイヤ取れてます、はい、ホビラボさんゴールインです、ホビラボさんが2点プラス1点で3点で、羅針盤さんが、はい、リタイアですよね、そうです、はい、リタイアで0プラス、写真撮ったんで1点、はい、で、はい、次が台東区中小企業連合会さんとセンチネルさん、すいません、進行の都合上皆さんですね、次走らせる方はそこで並んどいてください、はい、で、次がデジタルハーツさんとマブチモーターさんですので、はいはい、ご用意して並んどいてください、デジタルハーツさんとマブチモーターさんも次ですので、まあ、もう並んどいてください、これの次ですね、はい、
にあった、転がってた。あ、じゃあタミヤさん。はい。はい。センチネルさんはお揃いの T シャツを着てらっしゃるんです。そうですね。はい、スタートしました。こう、お？あれ？中小台東区さんがなんとリタイアですね。やばい、これセンチネルさんが相当余裕を持って写真撮れますよ。でちなみにセンチネルさんはですね、顔出し NG ということなんで、お面をかぶってツーショットを撮るという、あの非常に撮影しにくいあの方法でやってますんで、はい、あの撮ったらすぐに第二走者行っていいですよ。はい、で撮影するという方式だったんですね。そうです、あの普通は第一走者でやればいいんですけど、ね、はい、デジタルハーツさんとマズチモーターさんは用意できてますかね。はい、はい、安定の走行ですね。そうですね、これでコースアウトしなければ、はい、大丈夫かな。今ちょっとジャンプ激しかったです、ね、はい、おめでとうございます。センチネルさんが2ポイントプラス1ポイントで3ポイント、3ポイント入りました。はい、入りました。次がデジタルハーツさんとマブチモーターさんお願いします。でその次が本田さん、昭和さんです。はい、台東区さんは残念ながらリタイア0点でした。はい、うわ、女性2人投入してきましたよ。初？デジタルハーツ、そうですね、2人初じゃないですか。初ですね、素晴らしい。あのスタートの時ちょっと皆さん女性の方気をつけてくださいね、スカートがちょっとね、あの座った時に、そうですね、で、はい、ジェントルマン、ジェントルマン、はい、ジェントルマン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 。半周ぐらい、まぶちモーターさんも大体ですね、半周ぐらいですね。ああ、デジタルハーツさん、ちょっとジェントルマンスタートうまく活用しきれなかった、コースアウト0点です。こういうこともありますからね。そうですね、ジェントルマンスタートだったとしても、はい、でまぶちモーターさんはね、強豪ですからね。そうですね、はい、でここでキャッチをしてツーショット、はい、あ、顔出し NG らしいです。馬淵さん顔出し NG ということで写真を撮って GO バックブレーダー、いいですね、そういう掛け声欲しいですね、 GO、はい、バックブレーダー、マグナムトルネ、はい、ん、さあ冷静に、はい、ゆっくりとここで、はい、確実にスタートしました。はい、次の、今コースアウト、次のレースが本田さんと昭和さんです。なんとここでリタイア、残念、1ポイントのみに終わりましたね。はい、出ましたね。5レース目が本田さん、昭和さんです。で次が次またまぶちモーターさんとバルケンミニ四駆部さんですので、ご準備お願いいたします。そうですね、まぶちモーターさんは1回休みですぐに、ね、もう1回走行するというです。あ、でちなみに今のまぶちモーターさんは、ポイントは関係ない、ものですので、そうですね、はい、そうです、まぶちモーターさんさっきのし、ご指名だったので、そう、ご指名だったのでポイントは関係なかったですね。関係なしですね、はい、失礼いたしました。さあこれある意味同門対決なので、はい、注目はですね、帽子です。帽子の色がですね、同じなんですよ。なのでまるで同じチームが戦ってるかのように見えるっていう、お洋服も、そうです、洋服もほぼ一緒ということで、そんな感じです、全体的に同じっていう、で走行もですね、ほぼ一緒に、やってるっていう、もう本当にうり二つな感じの企業さんですね。
さあ掛け声とともに写真を撮って、この時点でちょっと本田さんが有利ですね。はい、あら、昭和さんが完走しました。はい、昭和さん3ポイントですね。で、本田さんはパフォーマンスのみ1ポイントです。はい、1ポイントです。はい、で次がマブチモーターさんとバルケンミニ四駆部さんです。お願いします。でその次が OK ウェブさんと秋田書店さん、お願いいたします。ご準備お願いします。意外とみんな電話を準備しながらっていう。そうなんです、まあこれだけスマホ社会になってきたら、スマホの取り扱いっていうものもですね、やっぱり洗練されないと企業人としてやっていけないんじゃないかと。そんな社会的な要素も含まれてるんですね。そうなんですよ、自撮りがもうスマートにできないと、やっぱこれからの時代は出世もできないんじゃないかと言われる時代ですので。そうだったんですね。今作りました。そうですね、ほぼ同じですね。やっぱり強豪チーム、ですので、で止めて写真を、はい、いいですね。うまく撮れ、マブチモーターさん顔出しがダメな分写真が撮りづらい。意外と写真撮るの難しいですね、あの顔を隠しながらっていうのは。ここでちょっとマブチモーターさんかなりビハインド、あれ、さあ今のはちょっとタミヤさんの採点を聞きたいと思ってたらコースアウトしてしまいました。マブチモーターさん、はい、はい、バルケンさんが3ポイントで、マブチさんは1ポイントと、はい、そして次が OK ウェブさん、秋田書店さん、お願いします。次が電撃ホビアスキーさんとクロックスジャパンさんですので、ご準備お願いいたします。さあ今スタートしましたね。スピードはほぼ互角ですが、飛びました、秋田書店さん飛びました。0ポイントになります。秋田書店さん悲しい。そうですね、やっぱ団体戦のポイントはですね、確実に第一走者が完走して、ね、パフォーマンスポイントまで持っていくっていう、このツーショットを撮る、また顔、そう、この写真を撮るところまで持っていかないとポイントが取れないんですよ。そうですね、はい、で3レースやるので、やっぱ確実にポイントを獲得していかないと、あら、あ、残念ながらコースアウト、話をしていたら、はい、OK ウェーブさんもコースアウト、1ポイントのみとなります。そして次が電撃ホビアスキーさんとクロックスジャパンさん、お願いします。はい、ちなみにですけれども、電撃ホビー、の成沢さんと、まあ、週刊アスキーの赤澤さん、はい、メディアレースではかなり強豪な、方たちで、はい、いつもですね、 OK ウェーブさんとこうトップを争ってるぐらいのところをわざと私がリーグを組ませました。ですので、まあ、ある意味ここはメディアレースをもう一回やってるみたいな、ね、メディア対決みたいな組み合わせのリーグになってます。まあとで対決していただきますので、はい、スタートしております。これはですね、お、意外と安泰な走りをしているのが、アスキーさんで、クロックスさんの方がスピード乗ってますね。はい、しかもクロックスさんは、スマホじゃなくてですね、 iPad ですよ、 iPad、 おでかい iPad、 でかい、お、ミニ四駆最高、取りましたね。ちょっと
と写真を撮るとホッとする感じがあるんですかね。一旦皆さんホッと、うん、ちょっとホッとして、ちょっとホッとする今の感じで、あ、フォースアウトしたのは成沢さん、電撃ホビーですね。はい、電撃ホビーアスキーさんは1ポイントのみになります。さあ、クロックスさんは iPad で写真撮ってますので非常に鮮明に撮れてるはずですね。そうですね、はい、これでゴールして3ポイント獲得です。この3ポイントは大きいですね。1回でも勝つと3ポイントですからね、はい、次がですね、ベルデックスさんとストロンガーさんで、次がチームメガハウスさんと、また、続いてご指名のアスキーさんですね。そうですね、アスキーさんまた、1回休んでもう1回走んなきゃいけない、はい、しかもポイントない、あの消耗戦ということで、はい、ご準備いかがでしょうか。今ですね、ミニ四駆タグをこうやってほら、あの検索するとこんな感じでツーショット、楽しげなあのツーショット写真がですね、はい、結構出てきて、はい、あ、これですね、はい、こんな感じで、あら、あれ2台ともコースアウト、はい、ダブルコースアウトと行こうぜって感じになってますんで、あのお互いに1ポイントずつになります。そうですね、写真までは、はい、写真までは、はい、次がチームメガハウスさんと電撃ホビーアスキーさん、はい、電撃ホビーアスキーさんの方はポイントに今回はならないご指名のレースです。はい、あ、もう1回ですね。その次が、ロップイヤーさんとホビラボ仙台店さん、こんな感じで、今ですね、すいません、こんな感じでツーショット写真ちゃんと、ミニオンクタグで上がってますので、はい、いいですねこういう表情ね。はい、皆さんもあのミニ四駆タグを見てちょっと楽しそうにミニ四駆やってる姿を確認してください。はい、さあ、メガハウスさんですね。メガハウスさんは赤いジャケット、メガホビーって書いてありますけど、お、成沢さんが早いですね。早いですね。これですね、消耗戦何がいいかというと、相手より早く勝てば相手 の、 その獲得ポイントが減らせるんですよ。なるほどね。そうです。だから意外とですね、あのここで勝てると要は全体のことを考えますと有利になる。だから意外と頑張っておいた方が。なるほど。今なんかすごいやばいこと言ってませんでした大丈夫です、大丈夫です。今ちょっと掛け声がですね、まあ、某他社のメーカーの話が出たんで、ねえね、難しい、大人の事情的には難しいんですけれども、ね、まあ、聞こえた人は分かってください、はい、電撃ホビアスキーさんが完走しました。完走しましたね、勝ちましたね、はい、で メガハウスさんが、完走1ポイントプラス、交代の儀式1ポイントで2ポイントですね、はいはい、で次がロップイヤーさん、ホビラボ仙台店さんお願いします。で、その次ご準備がアルコットさん、羅針盤レーシングさんです。皆さんいろいろなものを持ってくるっていう
さあ女性、また女性、なんでこう女性が多いんですかね。そうですね、はい、またホビラボさん、ロピアさん、女性を用意してますけれども、はい、おや、これは最初はどっちがスタートするんでしょうね。はい、ホビラボさんは男性、あれ？ロプイヤーさんも男性で、あれ？結局っていう、あれ？あの、まあ、せっかくジェントルマンスタート方式導入してるんですけど、関係ねえぜっていう感じでガチで勝負してますね、ここの辺はね。あれ？あれ？ロプイヤーさんかな？そうですね。ロピアさんも結構強豪なんですけど、そうですよね、ロピアさんすごくいつも早くて、はい、強豪なんですけど、お、ホビラボさんがここでゆっくりと交代の儀式をします。カメラ目線です。いいですね、上手です、正しいですね、初出場にして、はい、正しいあの交代の儀式でしたね。そうですね、これであの完走すれば勝って2ポイントプラス1ポイント3ポイントが獲得できると、はい、完走しますかね。ファイナルラップです。はい、おめでとうございます。美しい。ホビラボ仙台店さんが3ポイント、はい、3ポイント。ロックイヤーさんは、はい、コースアウトでしたね。そうですね、はい、コースアウト0ポイントです。今アルコットさんと羅針盤レーシングさんお願いします。で、その次が台東区中小企業連合会さんとデジタルハーツさんです。はい、先ほどの戦いから第2レースに入ってます。第2レースに入ってまして、第2レースまでで、ポイントをきちっと獲得しておかないと第3レース苦しくなるという展開ですね。なるほど、はい、来ましたよジェントルマン、来ましたよジェントルマン。はい、皆さんいいですか。はい、はい、行くよ、はい、ジェントルマン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 。アルコットさんはもうジェントルマン慣れたもんですからね。アルコットさんも多分、すごい、お、かっこいい。さすが、約一周のジェントルマンを見せつけてコースアウト。かっこいい、かっこいい。やっぱ盛り上げますね、アルコットさんね。やっぱ常連さんだけあって分かってますよね、この企業対抗戦はどうあるべきかっていうのね。せっかく手に持ったね、あの PR の紙まであるのに写真撮れない。はい、そして羅針盤レーシングさんがここでゆっくりと写真ツーショット。いいですね、女性のねツーショットっていうのね、花がありますよね。はい、もう歌ってましたね今ね。そうですね、CM ですね、完全に歌ってましたね、はい、いいですね、こういう写真がどん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 ツイッター上に上がってきますからね。はい、これは当然後でですね、タミヤさんがリツイートしてくれるものだと私は期待してますので、ぜひタミヤさんよろしくお願いします。ああ、なんとここで無念のリタイア。はい、羅針盤さん1ポイント、1ポイントですね、はい。次が台東区中小企業連合会さんとデジタルハーツさんです。でその次が、センチネルさんとご指名でメガハウスさん、はい、あのこの辺はですね、同業者で潰し合いをするという非常にあの美しい構図になっております。デジタルハーツさんは、デジタルハーツさんもうあれですね、女性投入しまくりですね、今回はもう女性で勝負をかけると。いやいいですね、これ見てください、この女性がひざまずいてミニ四駆をやるっていうところが、まあ、私的には相当萌えポイントなんですけど、あ、ジェントルマンコール、ジェントルマンコール、台東区さんの方からジェントルマン、ジェントルマン、ジェントルマン、おおすごい、はい、こちらなんとデジタルハーツさんが2周目にしてリタイアしてしまいました。そして羅針盤、じゃあすみません、台東区中小企業連合会さんが今、はい、そうですね、あの安定した走りで、はい、次、交代の儀式入ります。
すごいですね、ジェントルマンスタート相当余裕をかました上に、ジェントルマンリクエストが初めて、すみません、ジェントルマンコールがかかってないけどどういうことみたいな感じでこっちに来ましたからね。さすがかっこいい。はい、台東区という掛け声入りました、はい、さあこれでこう、完走すれば3ポイント獲得ですので相当ですね、相当ですねって言った矢先に飛んできました。はい、1ポイントです。台東区さん、次がですね、センチネルさんとメガハウスさんで、その次が本田さん、マブチモーターさんです。さあこれがかっこいいコペンのエクスプレイです。一応ねちょっと宣伝しとかないとね。オープンカーです。オープンカーです。オープンカー最高、はい、というところで準備が大体出来上がって、センチネルさんとメガハウスさんですね。はい、そうです。はい、その次が、その次が本田さんとマブチモーターさんですね。はい、準備をお願いします。マブチモーターさんの出番が多いっていう。いや、そうでもないですか。 1回ぐらいですよ、指名されてるのは。前半にこう固まってるから。そうですね、はい、スタートしました。スタートしました。あーっと、コースアウトしたのはメガハウスさんか。はい、そうですね。でセンチネルさんは今余裕ぶっこいて、さあこれから写真撮る絶ショットっていう感じの準備をしてます。そうですね、はい、お面をお持ちになってますね。そうですね、お面。でも多分ね、皆さん分かったのは、お目に、あの目のところに穴を開けとかないと写真撮りにくいっていうことにそろそろ気づくんじゃないかなと思ってます。ほら、もう一回、もう一回とか言いましたからね。まあでもここはゆっくりやっても、あの大丈夫ですんで。お面をご用意して持ってきてるっていうのがまたいいですね。そうですね、かわいい。自分としてはあの不思議なのは、顔出し NG って言って写真、あのやって顔隠してますけど、普段は顔出てるんで。おっと、あら、あら、コースアウトでした。残念、1ポイントです。1ポイントですね。あのガンガンに郵送には出てるんですけどね。そうなんですね。いいのかなと思うんですけど、まあまあそこら辺は。静止画はダメなんですかね。かもしれないです。はい、まあツイッターですんで。本田さん、マブチモーターさんお願いします。その次が昭和さん、バルケンミニ四駆部さんです。50秒お願いします。本田さんとマブチモーターさん、本田さんのあの帽子素敵だな。皆さん粛々とセッティングをされていたりとか、レース見てる方結構いらっしゃるのかな。今参加者の人がポイントピーはどうなってるのかって見れるのか。20の特に、うん、いかがでしょうか。はい、ここでですね、本田さんとマブチモーターさんが走ってますけど、これで15レースが終わって、ちょうど中間、はい、になります。でポイント中間集計をしている発表はですね、20レースが終わって全員が2レースを終わったところで発表します。そこで中間発表しますので、はい、最後のレースに臨んでもらえるという形になります。よろしいですかね。さあここでまたツーショット、ちょうど同時ぐらいですかね。そうですね、同時ぐらいです。あれ、本田さんがなんか、本田さんちょっとね、あの手間取りましたね、写真撮るのにね、はい、あ、マブチモーターさんが無念のコースアウトで、1ポイントですね。で本田さんがこれでこう、完走すれば3ポイント獲得です。はい、さあどうなるでしょう。まあ安定してますね。そうですね、ファイナルラップですね。おめでとうございます。3ポイント獲得です。3ポイントです。はい、で次が昭和さん、バルケンミニ四駆部さんお願いいたします。で、ご準備お願いしたいのが OK ウェブさん、電撃ホビアスキーさんです。
さあですね、これでもう折り返し地点来ました。はい、はい、もうね、そろそろ結構、まあ、見ていると完走できてないですよね。あの、そうですね、安定の、はい、安定のコースアウト。はい、そうですね、スピードを重視しているっていう。なんか個人レースの時の方が皆さん安定してたような気がするんですけど、そんなことないですかね。うん、あ、コースは、逆走エキスパートバルケンさんですね。残念、ゼロポイントです。そして昭和さんがここで冷静に、はい、はい、我々も見切りました。はい、入りましたね。はい、ツーショット行け、ソニック、いいですね。いいですね、いいですね、こういうの大事ですよ。ソニック完走です、しますでしょうか。で、ね、そうですね、ちょっとこれでコースアウトしなければ、はい、3ポイント獲得ですので、昭和さん、大躍進ですよ、これで。はい、ファイナルラップ入りました。はい、はい、昭和さん3ポイント獲得です。はい、それでは OK ウェブさん、電撃ホビーアスキーさんお願いいたします。次が秋田書店さんとクロックスジャパンさんです。二重レースが終わった時点で中間発表、ポイントの中間発表をしますので、スタッフの方は準備をお願いします。はい、スタッフの方は、中間発表の準備をお願いします。クロックさんは自撮りの練習をされていらっしゃいますね。そうですね、もはやミニ四駆のセッティングよりも自撮りをいかにうまくやるかっていうのが結構大事なポイントになりつつあります。そうですね、コースアウトしたのがなんと、え、どっち、OK ウェブさんですね。はい、でミニ四駆最高で、で今ゆっくりと赤澤さんがスタート、スタートしました。はい、いやいや、ちょっと赤澤さん、今のはスイッチ不良じゃないですかね。しかし、はい、残念、1ポイントでした。今のはちょっと大きなロスですね。まさかの、はい、まあ、こういうことがあるんで気を抜けないんですよ。固い握手を、固い握手をね、お二人でされてらっしゃいますね。はい、で秋田書店さんとクロックスジャパンさんです。で次がベルテックスさん、チームメガハウスさんでお願いいたします。そうですね、まあ、E リーグは相当競合が集まってますんでね、見応えがあります。いや、クロックスさんが早いんじゃないですか。いや、入りますね、早いんですけど、はい、いや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 、入れきりませんでした、クロックス。あら、サクッと2チームとも、はい、コースアウトしてリタイア0ポイントに終わりました。はい、残念。ベルテックスさん、チームメガハウスさんがお願いいたします。はい、そしてその次がストロンガーさんとセンチネルさんですね。はい、センチネルさんは5指名の、はい、5指名です。でそこで20レース終わって、皆さん2レース走ってますので、はい、中間発表です。はい、はい、中間発表しますので気になる中間発表ですね。はい、強豪ですからね、こちらもベルテクスさん。あら、一台リタイアです。ベルテクスさんが、はい、はい、ベルテクスさんが余裕をかまして写真を撮って、そしてスタート。でも油断禁物ですから ね、ここでリタイアしたら結局1ポイントしか入らないんで、そうなんです、油断禁物です。いかにここが完走するかっていうのが大事で、完走すれば2ポイント入るんですよ、実は。はい、あのー、そうですね、はい、完走するだ
手で行ったのは必ず2ポイント入ります。そうなんですよ、相手がどうあろうと、はい、ベルデックさん3ポイント獲得です、はい、そしてまた今年もさらっていこうかっていう感じですね、はいはい、さあこれで20試合目、はい、ストロンガーさんとセンチネルさんですね。週間発表の、準備の方よろしくお願いします。スタッフさん、ストロンガーさんはグッスマさんと一緒にいらっしゃってるって感じですかね。グッスマさんがエントリーするはずだったんですけど、ちょっといろいろあって、簡単に言えば仕事が押して出られなくなったんで、ストロンガーさんが、まあ、代わりにっていう形で、はい、出ていただきました。新しいパネルが出てきてますね、はい、じゃあレディーゴーで、あれを使う、あ、今使えるかと言っていたところに、さあ今はストロンガーさんがいけいけいけと言ってますね。かなり、センチネルさんは、まあ、センチネルさんご指名ですからね、あのポイントは関係ないので、まあまあいいかな。でも自撮りはしようと、あ、いいですね、自撮り大事ですね。でもそれ顔出てるんですあ、いいですねちょっと邪魔をしようかっていう、はい、センチネルさんの企みですかね。そうですねもはやどうでもよくなってきてますねレースの方がねいいですね、いい盛り上げ方してくださって、いいですね、こういうところは大事ですね、はい、じゃあそうすると我々あの、はい、得点を見に行く感じでいきましょう、はい、はい、これでさあここで応援してます、応援してます、はい、はい、というところで3ポイント獲得でした。ストロンガーさん、ストロンガーさん、ストロンガーさんが3ポイント獲得です。センチネルさんは指名なんで関係ないです、はい、というところで、すごい、じゃあ狭いところで得点チェックをポイントだけ発表していきましょう、はい、皆さんちゃんと聞いといてくださいね。ロップイヤー、中間発表です、中間発表します。ロップイヤーさんからいきますよ、1ポイント、アルコットさん0ポイント、ホビラボ仙台店さん6ポイント、すごい、ラシンバンレーシングさん2ポイント、台東区中小企業連合会さん1ポイント、センチネル、コースアウト野郎 A チームさん4ポイント、デジタルハーツさん0ポイント、で本田さん4ポイント、昭和さん6ポイント、まぶちモーターさん2ポイント、バルケンミニ四駆部さん3ポイント、OK ウェーブさん1ポイント、秋田書店さん、0ポイント、電撃ホビーアスキーさん2ポイント、クロックスジャパンさん3ポイント、ベルテクスさん4ポイント、ストロンガーさん4ポイント、メガハウスさん2ポイント、以上となります。ポイントわからない方大丈夫ですか、いらっしゃらないですかね、大丈夫かな、大丈夫、あと計測じゃないな、スコア間違ってるよっていう物言いも今のうちに言ってください。おかしいなっていう方大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、はい、勝ったら2です。で勝ったら2で、ただご指名の時はポイントは加算はないので、はい、そうなんです、ご指名はですね、単なる消耗戦で相手を消耗、いかに消耗させるかっていうところで頑張ってください。はい。でじゃあ今のところ6ポイントが、ホビラボさんが6ポイントでパーフェクトゲームで、プラス昭和さんも6ポイントです。はい、ただですね、4ポイントで続いているところが、センチネルさん、本田さんで、ベルテクスさん、ストロンガーさんとありますので、勝つとですね、3ポイント入りますので、まだまだ逆転は可能です。じゃあ皆さん頑張ってくださいね、残りの1レースです。じゃあお呼び出しお願いします。はい、
21レース目ですね。ロップイヤーさんとラシンマンレーシングさんです。これだんだん残り10レースですけれども、はい、もうちょっとね、駆け引きも見られるようになってくるのではないでしょうか。そうですね、そして、アルコットさん、ホビラボ仙台店さんも準備の方お願いします。また女性が多い。はい。ジェントルマンスタートですが、ここの組み合わせ女性が多いんでね。そう、この組み合わせそうなんですよ、はい。どっちスタートですか？女性同士ですか？はい。女性同士ですね。はい、女性同士でした。はい。はい。じゃあ女性同士で普通にスタートしてください。ローアングルからの撮影気をつけてくださいね。なんかあそこでミニ四駆チャンネルの人が。ローアングルからの撮影気をつけてください。めっちゃローアングルから、でもあれ実はローアングルじゃなくて本人だけがローアングルの。カメラはそんなにローアングルじゃなかったっていうところがやっぱりポイントですよね。分かってるっていう。はい。走行してる間に、マシンはですね、なかなか順調にいってます。お、ロピーヤさん。はい、ロピーヤさんが写真を撮りましたと。入りましたね。はい。はい、で、ホビラボさん。あ、違った。ラシンバン。すみません、ラシンバンレーシングさんでした。ラシンバンレーシングさんです。うん、ラシンバン、ロプイヤーさんがコースアウトしてしまいましたので、1ポイントです、ね。はい、で、このまま、ラシンバンレーシングさんが完走すれば、あー、残念。1ポイントでした。次がアルコットさん、ホビラボ仙台店さんお願いいたします。で、次がオフィシャルありがとうございます。台東区中小企業連合会さんと、本田さんですね。はい、はい、本田センチネル。さあ、これは皆さん分かりますよね。またこれは来ましたよ、ジェントルマン来ましたよ、ジェントルマン。はい、アルコットさんが、はい、第走者はどちらですか？第走者は、あ、来ましたよ、はい、準備いいですか？ホビラボさん女性で、アルコットさん、はい、ジェントルマン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 。さあ、今、ホビラボさんが速い。お、約一周差、しかも離されてます。早い。あのホビラボさんガチで早いです。女性関係なくガチで早いです。そうですね、アルコットさん苦笑いしてますね、かなりね。やっべ、余裕かましすぎたって顔してます。そしてもうホビラボさん早くも、余裕で写真撮ってらっしゃいます。はい、ツーショット撮ってますね。あ、でも少し、あ、でも写真を撮るので、写真を撮るのが結構手間取ってる、手間取ってる。コースアウトしなければこのまま、ホビラボさん3ポイント獲得。おい、危なかった。やっぱですね、アルコットさん写真撮れましたかね。もうアルコットさんは多分ですね、あ、これ無理だからとりあえず2ポイント獲得しに行こうという。そうですね、はい、ホビラボさんゴール3ポイント獲得です。マシンを間違えた。はい、これでこう、完走すれば2ポイント獲得ですからね。この2ポイント大事ですからね。はい、ファイナルラップ。はい、ここで戻ってきて2ポイント獲得です。はい、2ポイント獲得しました。はい、大事ですからね。大事です。はい、2ポイントね、確実に2ポイント獲得するっていうことも大事です。はい、大事ですね。で、次が台東区中小企業連合会さんと本田さんです。で、ご準備いただくのがセンチネルさんとデジタルハーツさんです。はい、スポーツマン
ーシップに乗っ取ってます。はい、ここでスタートしました、はい、速度的には台東区さん早いですね。しかし残念、台東区さんコースアウトしてしまいました。オフィシャルの方ありがとうございます。そして本田さんがここでキャッチをしてツーショット写真を撮る余裕ですね。余裕ですね。ポーズもバッチリです。ここで3ポイント獲得すればですね、かなり。そうですね、本田さんは4ポイントが結構連なってますからね、はい、そうなんですよ。ここで確実に3ポイントゲットした。ここで夢がついえました。そうですね、本田さん残念。それではセンチネルさん、デジタルハッツさんお願いします。で、1試合休んでまた本田さんとバルケンミニオンク部さんですね。あ、でも今さん、本田のはご指名なんでポイント関係なかったんで。本当だ、はい、すいません、失礼しました。失礼いたしました。本田さん今回は今回ね、関係なかったですね。はい、予行演習でした。こういうことならないように次調整してもらえればね、はい、大丈夫かと思いますね。さあ、またまた、あれ、ジェントルハーさん、あ、もうジェントルマンじゃもうないんだ。ジェントルマン諦めました、ね、もう使わないと。もう2回やって失敗したとちょっと反省するみたいですね。救援的にもう NG と。練習してます。今回はお面で。センチネルさんいいですね。ちょっとさあ、今センチネルさんがお面で、すごい個性的な写真が出来上がってます ね、 すね、はい、デジタルハーツさんも、デジタルハーツさんデジナーニャ言ってます。なんか結構リズム、センチネルさん怖い。センチネルさん早くてちょっとコースアウトしそうな。戻りました。戻りましたね。いいですね、男らしいですね、走りが。はい、早いですね。早い。センチネルさん3ポイント3ポイント獲得です。そしてデクラハーツさんもこのまま完走すれば2ポイント獲得できそうだ。やっぱこれは QA の成果ですね。そうですね、はい、はい、担当を戻して2ポイント獲得です、はい、でその次がバルケンミニオンク部さんと本田さんです。で、ご準備いただくのが昭和さんとまぶちモーターさんです。うん、さあ、これでいよいよ本田さん、さっきみたいに最後のコースアウトっていうのがなければまだまだ、ちょっとした撮影会みたいになってますね。センチネルさんね、まあ一応3回走りましたからね。あそこで、ね、お面が大人気っていう、もうなんかレースそっちのけで楽しんでる感じがいいですね、はい、そうですね、皆さんでコミュニケーション取っていただいて、あ、コースアウトしてしまいました。おっと、本田さんが完走するかな。本田さんはここで確実にポイントをゲットしたい。はい、抜きでかいですね。で、そろそろカメラのご準備していただいて、はい、はい、さあ、もうそろそろあれですよね、ツーショット写真になれましたよね。はい、そうですね。パワーオブドリーム出てる。さすが、かっこいい。パワーオブドリーム出ました、はい。あ、オッケー。まあ今ちょっとね、なんかあったようですけど、見て見ぬふりしました私、はい、なんかあったようですね。なんかあったかもしれないですけど、ちょっと MC 席から見えなかったんで。さあ、ファイナルラップでこれでゴールしたら3ポイントです。はい、おめでとうございます。3ポイントでした。はい、そして次が昭和さん、まぶちモーターさんです。ご準備いただくのが OK ウェブさんと、クロックスジャパンさんです。 OK ウェーブなんですね。そうです、 OK ウェーブさん、すごいのはまあ、Q&A サイトなんですけど、はい、ミニ四駆カテゴリー作っちゃったっていう、それどんな仕事なのっていう感じで、もうもはやこれ全然
遊びじゃなくて仕事じゃないって話。そうですね、うん、そうなんですよ。じゃミニ四駆のことは OK ウェーブに聞けば分かるって。そうです、そういうことになるように頑張ってください。確かに。でちなみに今走ってるのは昭和さんとまぶちモーターさんです。そうです、本田さんではないです。はい。お、そしてなかなかいい走り で、ほぼ同じぐらいのゴールじゃないな、はい、交代の儀式入ります。お写真、はい、どうぞ。はい、昭和いただきました。でも、はい、昭和やってる間ちょっと差がつきました ね。ここ難しいですよね。企業をこう、ね、あのアピールしたいって言っててもちょっとね、喋りが遅いと。そうなんです、何を言えばいいかっていうちょっと照れますしね。そうですね、こんなに自撮りを見られることもないと思いますしね。そうですね、自撮りを撮ってるところを、はい、なかなか安定した走りで、まぶちモーターさんこのままゴールできそうですね。はい、あれセーフ、完走しました。完走してた、はい、はい、すいません、今どっちが先に完走しました、まぶちさん。まぶちさんが先、はい、まぶちさんが3ポイント、はい、はい、じゃあその次が OK ウェーブさんと、はい、クロックスジャパンさんで、ご準備いただくのが秋田書店書店さんと電撃ホビーアスキーさんです。はい、さあそして OK ウェーブさんですよ。はい、もちろんこれミニ四駆カテゴリー、ミニ四駆のことなら OK ウェーブで聞いてというふうにもう業務上言ってるわけですから、す、ね、これはですね、かなり頑張って走らないと負けられないです、負けられない戦いがここにあると。はい、 OK ウェーブさんゴール、しますね。はい、ここでツーショット写真を撮ります。まぶちモーターさんも、あ、違う、 OK ウェーブ言ってます。 OK ウェーブさんとはクロックスさんですかね。はい、失礼いたしました。クロックスさんも写真撮りました。走り出しました。ちょっと差がついちゃったかな。そうですね、ちょっとクロックスさん、やっぱ OK ウェーブさんミニ四駆カテゴリー作ってるのがありますから、ね、はい、あれあれあれ、ミニ四駆カテゴリー作ったカテゴリーがコンサートしてしまいました。カテゴリーの OK ウェーブさんが、あ、あらら、じゃあお互い1ポイントずつということで ね、はい、次が秋田書店さんと電撃ホビーアスキーさんです。ご準備いただくのがベルテックスさんとご指名のセンチネルさん。次の試合はセンチネルさんはポイントにはなりません。はい、でいよいよもう残すところあと3試合。そうですね、3試合しかありません。もうね、もう俺たち決勝トーナメント関係ないやっていうところは関係なく盛り上がった感じになってますんで。そうですね、まあ、ご自身たちでね。そうですね、ご理解いただいて、はい、おっと、コースアウトしたのは秋田書店さんかな。結構ね、秋田書店さん対電撃ホビーアスキーさんっていう、まあ、同業者対決みたいなものですからね。あ、そうですね、これはかなり熱いんですけれども。さあ、ここで成沢さんがキャッチをして写真を、はい、あ、いいですね、やっとこちらからどんな感じか見られるっていうのが。そうですね。スイッチ大丈夫っていう声がかかりましたね。スイッチでミニ四駆って結構入れたつもりでバネがカチンっていってなくって戻ることがあるんですよね。だから走ったと思って走らせてバネが戻ってシューンって止まることが、先ほどね、はい、ちょっとそんなトラブルがあります、まあ、ですのでスイッチは確実に。結構あれですね、さっきまでスピード番長だったんですけど、はい、はい、3ポイント獲得です。ここできっちり走りました。はい、で次がベルテクスさんとセンチネルさんです。お願いします。で29レース目、はい、で30レース目最後がストロンガーさんとチームメガハウスさん。はい、センチネルさんはね、もう完全にパーティーレースになりましたので、うん、ここがいかにこう楽しむかっていう感じになってるんじゃないですかね。センチネルさん楽しそうですよね。そうですね。もう多分一番楽しんでるんじゃないですかね、この企業戦を。そうですね、センチネル
写真を撮ってくる小物が多いっていう、そうですね、何パターンも意外と持ってる、はい、まあ、ベルテクスさんとしてはここで何としてでも3ポイント獲得をして、はい、夢をつなげたいと思ってますので、まあ、その夢を選手さんがベルテクスチームはコーナーで祈るっていう、恒例のやつが出てくるでしょうか。そうですね。赤いマシンがコースアウトしてきました。センチネルさん、残念ながら写真も撮れなかったので、はい、入ったかな、我々。分からないですね。ちょっとベルテクスさんの自撮りに我々もね、見切れで入ろうかと思ってるんですけれども、入ったかどうかは分かりませんが、ベルテクスさん、これで完走すれば3ポイント獲得ですので、夢がつながります。はい、皆さん、意外とどういう風に作ってるかっていう情報交換をされてたりとかもしてますね。そうですね、はいはい、おめでとうございます。ベルテクスさんが完走しました。3ポイント獲得です。はい、はい、それでは最終レース、はい、お呼び出しお願いします。ストロンガーさん、チームメガハウスさん、お願いいたします。はい、30レースですね。そうです、ようやく我々ここまでたどり着きました。たどり着きました。はい、結構ですね、あの運営する側も大変ですね、今回は。なんていうと30レースやったのは初めてですから。そうですね、はい、今スタートしました。あれ、なんとメガハウスさん、あっという間にリタイアしてしまいました。0ポイントです。はい、ストロンガーさんはサングラスをかけてのご準備をされてらっしゃいますが、はい、いや、ちょっと跳ねてますけど、いかがでしょうか。結構リスキーな走りをしてます。そうですね、はい、さあ、はい、ここでカメラを出して落ち着いて、さあ、我々も入ったんですけどね、見切れでね、はい、ここで落ち着いて、走者を交代して完走すれば3ポイント獲得です。じゃあスタッフの方、スコアの方ご準備お願いします。いかがでしょうか。さあ、これもうちょっとね、はい、残り1周でここで帰ってきて、はい、おめでとうございます。ストロンガーさん、3ポイント獲得です。獲得しました。はい、皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。これで団体戦30レース全部終わりました。ただいまですね、スタッフの方で得点集計をやっております。発表まで1分ほどお待ちください。さあ、熱い戦いでしたね。そうでしたね。いかがでしたか。もうね、今回のそのツーショットツイッターどうなるかなってちょっとね不安だったんですよ。はい、はい、だけどまあそこそこね、皆さんちゃんと写真も撮れて安全でしたね。そうですね、安全ですね。何よりね、あの今まではですね、あのちょっと不安になる場面が多々、ね、あの天井にぶつかったり、あと着地の時にコースを踏みそうなんですよ。 そうですね、それが一番、うん、あの怖かったんで、今回はそういう意味では、かなり安全な感じになったかなと。はい、でちなみにどれぐらいツーショット上がってるかなっていうのは、ね、まあ、この辺でビュー、ツーショット、ツーショット、これそんなに多分このミニ四駆のハッシュタグにこんなにたくさん人の写真が上がることってあんまりないと思うんですよね。あ、そうですね、こうやってマシンの写真がね、やっぱ多いですからね。そう、多分おそらくいっぱい並ぶと思うんですけど、うん、こんな感じでね、ほぼマシンが入っていない。お面来ましたよ、お面。あ、お面、センチネルさん。あ、本当ですね。はい、いや、いいですね。顔隠してますね、ミニ四駆で。はい、はい、あ、これは、これ後で、ね、見ていただくと、こんな人がいたな、こんなチームがいたなみたいなのが。そうですね、この、あ、先ほどの、先ほどのね、はい、ストロンガーさんのサングラスチームですね。でもなんかちょっとミニ四駆がないとどんな写真かよくわかんないですよね。何をしてる人なんだろうみたいな、はい、感じですけれども、そろそろスタッフさん集計はいいですか。はい、じゃあ我々そっち行きますかね。はい、行きます。じゃあなんか今静まり返りましたね。じゃあ緊張してる。発表したいと思います。ちなみにこれで上位
ジョイ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。はい、うわあ。どうしようかな、これな、4チーム参加。ですね、じゃあ。時間も押してるんですけど、サクサクといきたいと思いますので、これから発表する方はですね、決勝トーナメントの準備をしてください。あら、はい、でちなみに、3位のチームが 1,2,3,4 チームありますので、この4チームでガチンコのスピードレース1回勝負ワンラップ5周をやって、その上位2名そのそれはですね、3位決定戦にします。はい、はい、すいません、あの時間の都合 で、はい、1位2位は決勝トーナメントの決勝レースで団体ということにさせてもらうのでください、はい、じゃあ発表します、今の第1位は2位の8ポイントが昭和さん。この2チームで決勝トーナメント、団体戦を、戦っていただきます。で3位の方がですね、7ポイントで4つあるんですが、この方たちは4名で、ワンラップ5周のレースをしてください。個人戦です、個人戦です。はい、はい、あの団体はできないので、はい、発表します。ですね、まずセンチネルさん、続きまして本田さん、エルフィックさん、ストロンガー、この4チームが、スピードレースで3位決定戦をします。はい、ですのでまず3位決定戦、スピードレースから1分ほどお時間過ぎますので、その間にその4チームの方、スピードレースをレクさんすぐ出てくる勢いでしたね。まあ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 、1分ぐらいは欲しいじゃないですか。で、もう一回説明しますと、その4チームで勝ったところが3位です。3位です、はい、で、1位と2位の、はい、扉も仙台人さんと昭和さんに関しては団体戦のレースで行います。はい、で、なんで写真がいりますね。写真がいります。2名で出てください。はい、で、前線の4名は写真は大丈夫です。写真がいる、はい、ガチ、はい、でやってください。はい、タミヤさんもそれでよろしいですか。はい、じゃあそろそろいいですかね。はい、じゃあ再決定さん、呼ばれた4チームの方、前にお願いします。これワンラップ5周ですからね、まあ、単なるチームレースですから。はい、じゃあお願いします。レディーゴー。
悔しそうにされてらっしゃいました。4コース。誰が変わったの？はい、すいません。
シーン大丈夫ですか。ちょっと見せて、はい、ここで写真撮ってあとポイントですよ、はい、あのこれはワンダードライブと思います。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。そしてここからもう一つ大事なポイントがあります。1位のホギラボさんから好きなプレゼント交換のものを選べる権利がありますので、選んでください、お好きなものを。はい、選べます。1位、2位、3位の順番で選べますので、はい、見てくださいね。さあ何があるかな。あ、2位、3位、秋山さんもベルテックさんも後ろに行ってですね、プレゼント交換の品ベルテックさんも作って、どれを選ぶかというのを選んでください。はい、というところで、まあ、レースの方は、無事皆さんのご協力のおかげで終わりました。ありがとうございます。あ、何選びました？どこですか？台東区中小企業連合会さんのプレゼントを選んでいただきました。はい。
トライキャスターに新たなシリーズが登場。バーチャルインバーチャルセット、フル HD での番組制作、多彩な入出力をサポート。新しい伝説が始まる。パワードバイトライキャスター。どのチームがどうっていうのは、そうです、切らない。右側